石橋茂氏が支持率の低下を受けて、高市さない氏が掲げていた政策を丸ごと取り入れていることをご存知でしょうか今回の動画では、石橋政権が抱える重大な問題について詳しく掘り下げていきます。特に注目すべきは、石橋の政策が高市氏のものにすり替えられているという指摘です。これまで掲げてきた政策が次々と覆され、 国民からの信頼が大きく揺らいでいます。特に、経済やエネルギー政策の急激な方向転換は、多くの支持者に失望を与えています。さらに、人事問題も深刻化しています。旧安倍派との対立が深まる中、石橋は側近を次々と閣僚に起用し、これが党内から強い反発を招いています。外交面でも、 石橋の掲げるアジア版ナトー構想は多くの国から現実性に欠けると批判されています。特にインドやアメリカはこの構想に冷淡な態度を示しており、石橋の外交政策は行き詰まっていると言えるでしょう。こうした問題が積み重なり、石橋内閣は大きな危機に直面しています。この混乱を果たして乗り越えることができるのでしょうか 続いて、石橋ゲル氏の政策の不一致と信頼の欠如についてお話しします。総理就任以降、彼の政策が一貫性を欠いていることが大きな問題として浮上しています。特に、これまで主張してきた政策が急に変わることが多く、国民や党内からの不信感を招いています。政治家の信頼は、一貫した行動や発言に基づいて気づかれるものですが、 石破内閣はその信頼を急速に失いつつあるのです。まず注目すべきは、選挙公約と実際の政権運営の間に生じた乖離です。選挙戦では原発ゼロを掲げ、環境重視の政策を訴えていた石破氏ですが、就任後すぐに原発推進へと方針を転換しました。このような大きな方針変更は、国民にとって驚きであり、 裏切られたと感じる人も少なくありません。このエネルギー政策の大転換は、政策の一貫性を書く象徴的な事例です。さらに、経済政策においても同様の問題が見られます。選挙期間中に強く主張していた利上げ方針が、政権発足後に突然撤回され、代わりに金融緩和策が強調されました。この急な方針転換は、 経済界や市場に混乱をもたらし、特に投資家たちに不安を与えました。経済政策は国民生活に直結する重要な分野であり、その方向性が二転三転することは、経済の不安定化を招きかねません。石橋がこのように突発的に政策を変更したことで、国民や経済界に対する信用がさらに低下したことは明白です。さらに、 石破内閣には他社の政策に便乗する姿勢が見られます。特に、高市さない氏が掲げていた政策に急接近している点は、石破氏が自らのビジョンを持たないことを露呈していると指摘されています。例えば、金融政策や財政運営においても、当初掲げていた増税路線を放棄し、高市氏が主張していた減税策を取り入れる方向に転じました。 こうした動きは、単に支持を集めるための短絡的な判断に見え、政治家としての一貫した信念を欠いている印象を与えています。このため、石橋は、風見鶏としての評価が広まりつつあります。石橋ゲル氏のリーダーシップに対する不信感は、政策の具体的な内容よりも、その実行力や信頼性にあります。 彼が選挙期間中に掲げた多くの政策が就任後に棚上げされるか全く異なる方針に転換されたことは彼がリーダーとしての覚悟や責任感を欠いているとの印象を国民に与えています特に状況次第で彼の言動が大きく変わる様子はリーダーシップに求められる安定性や予見可能性を著しく損なっています国民がリーダーに求めるものは たとえ厳しい道であっても、一貫したビジョンを持ち、その実現に向けて努力する姿勢です。しかし、石橋の政権運営は、短期的な支持率を気にするあまり、方針を頻繁に変える姿勢が目立ちます。このような状況では、国民からの信頼を得ることは難しいでしょう。特に、これまでの主張を容易に撤回し、別の方針に切り替える姿勢は、国民に、 このリーダーは何を信じているのかという疑念を抱かせます。また、石橋の政策の不一致は、党内からの支持を弱める結果にもつながっています。自民党内では、石橋のリーダーシップに対して会議的な声が増えており、特に旧安倍派の議員たちからは強い批判が寄せられています。党内での支持を失うことは、 政権運営に致命的な影響を及ぼす可能性が高く、今後、石破内閣がどのようにして党内の結束を維持するかが大きな課題となるでしょう。このように、石破内閣の政策不一致は単なる政策転換以上の問題を抱えています。それは、彼のリーダーシップの欠如、そして信頼の欠如を示しているのです。次に、石破茂氏の 高市政策へのすり替え問題について触れます。石橋ゲル氏が掲げていた政策が就任後に大きく転換し、その内容が高市さない氏の政策に近づいている点は、政権運営の信頼性に大きな打撃を与えています。選挙期間中に訴えていた石橋の主張が、政権運営が始まるや否や次々と修正され、 まるで高市市の路線をなぞるかのようになったことで、石破政権に対する国民や党内からの不満が紛失しています。この問題は、単なる政策の変更というより、リーダーとしての方向性が欠如しているという根本的な欠点を浮き彫りにしています。まず、経済政策の大転換がその象徴です。石破氏は選挙期間中、 増税路線を打ち出していたにもかかわらず、就任後にはそれを放棄し、高市氏が掲げていた減税政策を採用しました。具体的には、消費税や法人税の引き下げを検討し始めたのです。この方針変更は、国民の生活に直接影響を与えるものであり、特に中間層や低所得層にとっては、期待と混乱が入り混じった反応を引き起こしています。 選挙期間中、増税に反対していた有権者は、石橋が急に増税を掲げ始めたことに不満を感じ、逆に増税を支持していた有権者は、今度は減税路線への転換に戸惑いを隠せません。このような政策の二点三点は、経済の安定性を損なうだけでなく、政権そのものへの信頼を揺るがしています。 また、エネルギー政策においても、高市市の影響が色濃く見えます。石橋は当初、脱原発を強調し、環境保護を全面に押し出した政策を掲げていました。しかし、就任後すぐに原発推進へと転じ、その方針が高市市の政策に近づきました。この転換は、特に環境問題に関心のある層や、 エネルギーの持続可能性を重視する有権者にとって大きな失望をもたらしています。原発の再稼働や新設を検討し始めたことで、石破政権に期待を寄せていた環境団体や地方自治体からの支持は一気に離れ、逆に高市市を支持していた産業界やエネルギー関連企業からの支持が増えています。このような変化は政策の一貫性を欠き、 単に支持を得るために方針を変えているとの批判を招いています。さらに、石橋が特に強調していた金融政策においても、高市氏の影響が明らかに見られます。選挙戦中、石橋は利上げを行い、金融引き締め政策を進めると述べていましたが、政権発足後には利上げを見送り、金融緩和を継続する方針に変更しました。 この金融政策の急転換は、石橋の経済運営に対するビジョンの欠如を如実に示しています。高市氏の掲げていた金融緩和策に補聴を合わせる形で、石橋が主導権を握れないまま経済政策全体が迷走しているとの印象を国民に与えています。こうした一連の政策転換は、単なる方針変更の域を超え、 リーダーとしての石橋の能力に対する疑問を呼び起こしています。特に問題となるのは、彼がこれまで掲げていた政策があたかも借り物であったかのように簡単に放棄されている点です。選挙戦では国民に強く訴えかけたはずの政策が政権発足後に次々と修正され、高市氏の方針に従う形となっています。これにより、 石橋が自らのビジョンを持たず、国民や党内からの批判を避けるために他社の政策に簡単に迎合しているという印象が強まっています。石橋政権に対する不信感は党内にも広がっています。特に旧安倍派や高市支持者からは石橋が彼らの政策にすり寄っているとの批判が強まっています。 石橋が当初掲げていた政策を急転換させたことで、彼が党内で強い影響力を持つ高市氏の支持を取り付けようとしていると見る向きが多いのです。このような政権運営が続けば、党内の結束が崩れ、石橋自身のリーダーシップに対する疑問がさらに深まることは避けられないでしょう。石橋ゲル氏が高市早苗氏の政策に寄せる形で政権を運営していることは、 彼の信頼性や一貫性に対する重大な懸念を引き起こしています。政策の突然の変更や他者への迎合は国民や党内からの支持を大きく失う原因となり、今後の政権運営において大きな課題となるでしょう。次に、石橋ゲル氏の外交政策とアジア版ナト構想についてです。 石橋ゲル氏が提案したアジア版ナト o 構想は国際的な批判を招き、外交政策の欠陥を浮き彫りにしています。この構想はアジア諸国との連携を強化し、中国を封じ込める目的で発表されましたが、現実的な視点が欠如しているとして、多くの国からすでに反発を受けています。石橋はアジアにおける集団安全保障体制の確立を目指し、 西側諸国の連携を参考にしたようですが、この政策の非現実性を見ると、彼の外交感覚の甘さが浮き彫りになります。まず、この構想は現実の国際情勢を無視した理想論に過ぎないという点です。石橋は、アジア版 NATO によって中国に対抗し、地域の安全保障を強化すると主張していますが、 アジア地域の複雑な地政学的状況を軽視していると言わざるを得ません。NATO は冷戦期にソ連の脅威に対抗するために結成されましたが、アジアには同様の脅威が存在するわけではなく、各国の利害関係も多様です。さらに、石橋が提案した枠組みには中国を含める考えも示されており、これが一層の混乱を招いています。 中国を封じ込める目的で構想されたはずのアジア版ナトーに中国を加えるという考え方は矛盾しており多くの国々から現実的ではないと否定的に受け止められましたこの点についてはインドをはじめとするアジアの主要国からも厳しい批判が寄せられていますインドはすでに米国やオーストラリア日本との間で安全保障協定を結んでおり新たに アジア版ナトウのような枠組みを形成する必要性は低いとされています。インドにとって中国との経済関係は重要であり、対立を煽るような枠組みには参加しないという姿勢を明確にしています。さらに、米国も既存の同盟関係や安全保障協定を重視しており、新たな枠組みの形成には消極的です。 これらの国々の反応を無視して構想を進めようとする石橋の姿勢は外交的な現実感に欠けていると言わざるを得ません。次に、石橋の外交政策全般における一貫性の欠如も、この構想に対する批判を加速させています。彼の外交アプローチは現実的な交渉力や戦略的な計算に欠け、理想論に基づいていると多くの専門家が指摘しています。 アジア版ナト o 構想も、その理想論的な側面が強く、現実の外交交渉においては成立し得ないものとみなされています。特に石橋は、この構想を説明する際に具体的なメリットや実現可能性について十分な説明を行っておらず、それが支持をさらに減少させています。外交政策においてリーダーは現実的な選択肢を示し、 国際的な支持を得ることが不可欠です。しかし、石橋の政策はその点で大きな欠陥を抱えています。さらに、石橋が掲げるアジア版 NATO 構想は既存の安全保障協定との整合性にも疑問が残ります。日本はすでに米国との日米安全保障条約を基盤にした防衛体制を整えており、 これを大きく変える新たな枠組みを提案すること自体が無駄な混乱を招く可能性があります。石橋はこの点についても明確な回答を示しておらず、既存の条約との兼ね合いについての説明不足が批判を招いています。外交政策は単なる理想論ではなく、既存の枠組みや国際的な現実を踏まえて構築されるべきです。 しかし、石橋の提案はそれらを無視しており、無責任な印象を与えています。このような背景から、石橋のアジア版ナトー構想はネット上でも、現実を見ていない絵に描いた持ち、といった厳しい批判が相次いでいます。特に、彼の外交政策に対する不信感は強まり、リーダーシップに欠ける人物であるというイメージが定着しつつあります。 外交政策は国内政治以上に長期的な視点が求められ、各国の利害関係や国際情勢を慎重に分析する必要があります。しかし、石橋はその視点を持たず、短期的な成果を狙った理想論に終始しているように見えます。このような外交アプローチでは、国際社会での信頼を築くことは難しいでしょう。石橋ゲル氏のアジア版ナト o 構想は、 その現実性の欠如や国際的な批判、そして外交政策の一貫性のなさから多くの問題を抱えています。外交は戦略的な思考と実行力が求められる分野であり、石橋のように短期的な視点で理想論を掲げるだけでは、国際的な信頼を得ることは難しいでしょう。次に、石橋の人事問題による党内反発についてです。 石破内閣が発足して以来、最も大きな問題の一つとして浮上しているのが、人事の不透明さと党内の反発です。内閣の人事は政権運営において極めて重要な要素であり、政治家の信頼とリーダーシップを示すものです。しかし、石破氏が行った一連の人事は、多くの党内から批判を浴び、政権内の分裂を助長しています。特に、 石橋が任命した閣僚や大臣の中には、党内の主要派閥との対立を深める人物が含まれており、これが自民党内部で大きな亀裂を生んでいます。注目すべきは、石橋内閣の人事が旧安倍派や高市支持者との対立を引き起こしている点です。石橋が閣僚に任命した人物の中には、旧安倍派の議員たちが長年嫌っていた人物が含まれており、 これが強い反発を招いています。特に、村上誠一郎総務大臣の起用は、旧安倍派や保守派の議員たちにとって極めて挑発的な行為と受け取られました。村上氏は、安倍晋三元首相に対して厳しい批判を繰り返してきた人物であり、彼を重要な役職につけたことは、安倍派の影響力を排除しようとする石橋の意図が感じられます。 このような人事は、党内の結束を乱し、反対勢力との対立をさらに深める結果となっています。さらに、石破内閣の人事において注目されるのは、党内の一部派閥に対する礼遇です。石破氏は、自身に批判的な派閥や勢力を閣僚ポストから排除する形で政権を運営していますが、 これは短期的には自らの権力基盤を固める手段として機能するかもしれません。しかし、長期的には党内の分裂を深め、政権運営に重大な支障をきたす可能性があります。自民党内では派閥の力が強く、各派閥のバランスを取ることが政権維持の鍵となります。しかし、石橋はこのバランスを無視し、 自身に忠実な人物を徴用する方針をとっています。これにより、党内の主流派との対立が深まり、今後の政権運営において石橋が孤立するリスクが高まっています。さらに、石場内閣においては、党内の不満だけでなく、国民からの批判も高まっています。リーダーとしての資質が問われる中、 石橋の外交政策や人事手腕が今後の政権運営にどのように影響を与えるのかが注目されます。石橋氏が選んだ閣僚の中には経験不足や問題発言が目立つ人物が含まれており、これがメディアや国民からの反感を招いています。例えば、平成名デジタル大臣はその専門性や経験に疑問が呈されており、 就任後も一貫して失策や不適切な発言が続いています。デジタル化の推進が急務とされる中、こうした人事が改革の進展を妨げ、国民からの支持を失う要因となっています。また、他の閣僚に関しても政治経験の浅い人物が多く起用されており、これが政権の不安定さを象徴するものとなっています。このような人事の失敗は、 石橋氏のリーダーシップに対する不信感をさらに強めています。内閣の人事は単にポストを埋めるだけではなく、その政権が掲げるビジョンや方向性を示す重要な手段です。しかし、石橋内閣の人事はその場しのぎのものであり、長期的な政権運営を見据えた戦略が欠けていると批判されています。特に重要な閣僚ポストにおいて、 適材適所とは言い難い人選が多く、国民や党内の信頼を失う結果となっています。党内での反発が強まる中、石橋内閣がこの人事問題をどのように乗り越えるかが問われています。しかし、現時点では、党内の結束を回復するための具体的な対策は見られず、むしろ対立が深まる一方です。石橋氏は、 自身のリーダーシップを示すために、これまでの方針を修正し、より広範な党内の支持を得る必要がありますが、現状ではそれが実現する見通しは立っていません。このままでは、党内の反発が政権の弱体化を加速させ、石橋氏が主導する政策の実行力が大きく損なわれる可能性があります。石橋も氏の人事問題は、党内の分裂を招くだけでなく、 国民からの支持も失う要因となり得ます。今回の動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございます。石橋模試が直面する危険的状況、そして高市さなえ市の政策に大きく依存する形で進んでいる現状は、多くの国民や党内関係者に不安を与えています。特に、彼が示した数々の政策転換や人事の失敗は、 内閣の安定性を著しく損なっており、今後の政権運営に暗雲が立ち込めています。石橋氏はこれまでクリーンな政治家としてのイメージを大切にしてきましたが、今回のような急激な政策転換や党内での人事トラブルを見る限り、そのリーダーシップに対する信頼は大きく揺らいでいます。私は彼が今後もこのようなブレた姿勢を続ける限り、 国民からの支持は、ますます低下するのではないかと考えています。内閣の存続が危うい状況で、果たして石橋氏はこの危機をどう乗り越えるのでしょうか皆さんは彼のリーダーシップについてどう思いますかまた、彼の政策転換や党内での対立に対してどのように感じていますかぜひ、コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。 視聴者の皆さんがどのように感じているのかとても興味があります。そして今後の政治の展開についても皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。今後の動画でもさらに詳しい分析を行っていきますのでチャンネル登録と通知のオンを忘れずにお願いします。次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。